考えてないのにさ、やるなよ。今日これ、これ出てきました、うん、はい、これ何ですか。かぶります、ね、かぶります。ヘッドギアね、うん、ヘッドギアね。一体今日のお題は、じゃあ今日何、はい、じゃあヘッドギアといえば、うん、防御。防御、そうね、ボクシングのフットワークはなぜ疲れるのか。全然違うねだからこれ全く関係ありません、これ、はい、置いときますこれボクシングのフットワークは慣れるのはなぜ。言われてるよ今奥で、この画面の向こうで、おいおい、ボクシングフットワークは疲れるのはなぜ何のコメントもない。じゃあキャサリン質問です、はい、ボクシングフットワーク、フットワークは分かるよね、うん、フットワークは分かるよ、うん、フットワーク、フットワークこうやって運動してる、うん、じゃあ疲れるのはなぜ。ずっとやってるからじゃないの。ずっとやってるから、いや、ずっとやってるからって、ほら、まあそりゃそうだけどさ、人間さ動いたらさ、うん、疲れんだよこれうちのほらクライアントさんでもさ、ボクシングフットワーク最初はパンチだけなの練習するんだよ、うん、例えばトレーニングでね、でボクシング途中からボクシングフットワーク入れるのよ、うん、でフットワーク入れたら大体うわめっちゃしんどいってみんな言うの。うわこんなきついん、使ったことのないところを筋肉を使うから。まあそうだよね、それもあるよもちろん。でプラス今まで、はい、正解ってことで聞かれない俺の正解はね遠いからね、いろいろ正解っていうより、うん、君の頭の中にある答えが言われてないからっていうだけの話でしょあとはあれなんだ、コメントねーのかよあとはボクシングやめるぞ。ボクシングフットワークっていうのは意外とね無酸素になったすんの。あーなるほどね、息止めちゃうんだ。そう、あ、もちろんゆっくりとしたねこうやってフットワークしてる、その時はまあ息吸って有酸素系のあるんだけど、うんうん、ボクシングというね、フットワークになるとこうやってさ、この時止まってるのよ。今何ふざけたこうやってこうやってさ、フットワークしてこの時止まるのよ。いつも思うんだけどさ、ちょっとこう小刻みな動きとかする時ってさ、顔面白いよね顔を見るな顔ではない、仕事だからさ、見るとこがさ、ボクシングフットワーク無酸素になるのよ。今のじゃあ無酸素の顔なの。今無酸素の顔、無酸素の顔なの無酸素の顔で、これ有酸素の顔。バカにしてる相手バカにされてイラッとするよねこいつ俺のことバカにしてるって思うよね。でもね、ほんとそうだから勝ってたのかな今まで無酸素と有酸素を混じるの。もっと厳密に言うと無酸素の時があって、はぁーってまたこう普通にこう息したりとかしてな、戦って無酸素で無酸素で、またこういう有酸素、無酸素とか、まあ息吸ったり吐いたりでこう無酸素有酸素がもう頻繁に入れ替わるわけよ。 100m ダッシュしました、うん、で 100m ゆっくり走るみたいな、よくあるインターバル、めっちゃきついトレーニング、うんうん、と全く一緒なのよ。あの顔で、あ、そうそうだからこれ短い時間で、しかもほら相手に殴られるというこの恐怖感、緊張感あるから、それまで余計疲れるから、こうってってでトレーニングすっから、ふざけた顔してる。すっからめっちゃ疲れるってことな。なるほどね。もちろんね、ただこうより動くからってね、うん、それはもちろんそうなんだけど、実はその奥には無酸素と有酸素がもう頻繁に入れ替わって入れ替わって。もう一回って、もう一回始めて。もうどうでもいいな。その顔見てるだけで面白いな。で、もう内容どうでもいいな。でパン、内容大事なんだ。パンチのほらさ。パンチほら一発12123456789、まあ要は連打に入ってくると、これまた無酸素になりかけたりするわけ。あーずっとそう、こうやってパンでも、はい、はいはい、質問でーす。あー、はい、質問です。はい、吉田くんどうぞパンチを打つ時にシューと言いましょうって言ってる、うん、シューって言ってない、息をしてるってことなんじゃないですか。うん、それは当たりでもあり、うん、外れでもあり、いや毎回毎回、うん、やっぱりこう吐き続けれないのよ。あ、そういうことか。そうか、うん、シュって吐いてるからね、まあ、吸ってないってことでしょ。いや、シュってこう、もちろんそれシュっていうのは呼吸法で吸ってはいるんだけど、うん、だけどそれは 100% 全部できないのよ。連打をフシュッフシュッフシュッって途中やっぱこう抜くのよそれがシュッシュッってこう毎回シュッ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 ずっとはね、やっぱできないと俺は思う。あ、経験上途中12345の中で1と3と4と7は履けるけど、他の2は2と6はできないみたいな、こうなってくるわけ。連打ね、本気の連打とか、まあ、早く細かく出したらいちいちやってらんないよね。確かに、うん、やってないし、こうそれに追っつかないです。もうもうなっちゃうね。だから無酸素と有酸素が混じっちゃう、パンチを連打すると。でプラスフットワークでもやっぱこうさっき言った無酸素が入るから、うん、こうより疲れるわけよ。
で、あれだ、うん、あの一歩のあのデンプシーロールで無酸素になって、あ、そうそうそう、あ、そうだ、あれだ、すごいとこ持ちだね。だ水の中に潜って体のなんか細胞の中に酸素を取り込めとか、そう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 、会長が言ってたよね。要は無酸素避ける動作とかも全部そうなのよ。こうシュッてこう はかあんま吐かないね。こうこの時も無酸素になりかけるわけよ。こうデンプシーロールとかこうやってさ、こうやって、うん、これもそれをずっと続けてるから体に酸素が入ること量が少なくなって疲れる、より疲れるってことね。これやったでパンチ、あとフットワークで、さらにキャサリンが最初言った今までない動きじゃん、うん、初心者の人は ね、まあ、ねこう初心者じゃない、こうやって動くなんて普通しないからさ、うん、その動きにまた難しいということでより疲れる。もうみんなに言うのよ、フットワークのトレーニング入ったらもう数段数倍もうめちゃもうしんどいですよねみたいな。だからそれがフットワークが疲れる理由なの。なんか質問ある？ない。早く終わらそうとすんな。早く終わらせ、飯食いたいみたいな、そんな、うん、もうなんかもううん、面白い顔でもう今日お腹いっぱいになったからもういいかなと思って。ボクシングフットワーク疲れるなと思ってる人結構多いなと実感してるから、うん、ボクシングフットワークが疲れるのは動きで、無酸素は一番でかいかな。そうだよね、無酸素、うん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 、でこうちょっと止まるから、あの無呼吸症候群みたいな感じよ。違うだろみたいな。プーってなってるやつね。あれ止まってる、まあ、でも死んじゃうんじゃないのと思ったら、まさにでもあれ疲れるわけでしょ。そうだからよく眠れないって言うじゃん。まさにそう、よくないって言うじゃん、うん、あれがリアルで起きてるわけよ。まあ、あれがじゃないな、でもあれがではないけど。違うと思うけど、まあ、無酸素と有酸素が混じる、だから疲れるっていうことです。なんか質問ある？ない。疲れるのだからしょうがないってことよ。まあそりゃそうだよね、うん、疲れしょうがない。ポケーっとしてるのと、こうやってるわけじゃない、シュ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 やってるわけでしょ、うん、そりゃそうだよね。でボクシングはね、あともっと言うと100を使うのよ。何100を使う？例えばさ、野球スタミナ100使わないでしょ。いきなりバッティングしました。ああまあね、要するにそう、短い時間で100使うの。そう、自分のメーターを全部使い切っちゃうの、うん、そうだね。パンチもさ、もちろん最初はやっぱりベタになるとうまくできるんだけど、使い切っちゃうもんね。そう、全力で、全力で、でフットワークも全力で動こうとするわけ。そうするとガソリンがさ、100あったのいきなりも100使うわけ、バーンって。でそれでまた回復までこう時間がかかるっていう、給油して。そう、これがうちのほらクランさんでもマラソン走ってますと普段ね、うんうん、42日、うん、それを完走できる人でもボクシングで、例えばシャドーボクシング、うちのトレーニング受けたらもうスタミナ切れるのよ。もう、ま、ミッド打ちとかさ、シャドーとかこうやってもらうとね。それなぜかよ、なぜマラソン走れんだよ普段。自分フル、うん、予想外にスタミナを使ってるってことでしょ、マラソンの時よりも。一気にマラソン例えば多分300ぐらいスタミナあると思うんだな、うん、多分あると思う。その300をいきなり全部バーン使うのよボクシングって。で使ってからまたこう慣れてくるとね、その回復の仕方分かってくるんだけど、その使い切るから一気に全力でどんなスタミナがあっても、だからしんどいボクシング。しんどいのになんかやりたがるよね。楽しいのかな。楽しいんだよこれもね、ほんと多いのよ。そう考えると難しいよねボクシングってね。短い時間ですごいいろんな技術を。ほう、あ、なんかのサイトでアメリカだったから、なんかあの一番難しいスポーツボクシングって、なんか今言おうとしたね俺今。素晴らしいねキャサリン。うん、そう、うん、なんかできたよね。一番スポーツの中で一番ハード、あと精神的にも大変、うん、メンタルとかそれいろんな要素、まあ、あと技術的なのとか、技術的な、あと精神力とかね、うん、あのそれ一番大変なのはなんとボクシング。トップ3、トップ1じゃなかったかな、多分1番だと思うよ。1番だと思うよ、うん、多分ランク1位に入ってた。それ見てへえって思った。なんでへえなんだよ。へえ。そうなんだーと思ってそういうスポーツなんです。だから疲れる、ボクシングもまあフットワーク戻すと、フットワークで疲れるのもまあしょうがないんですよと、うん、まあね。で、ね、最後にね、フットワーク最初疲れますだけど慣れてこれば、結構慣れてくると、うん、結構ね、まあ、息の抜き方というかな、経験でね、うん、このでうまくできるようになってくるよ。だけどそれでもしんどいけど、そこはね楽しんでくださいということです、はい。
概要欄に私のまあボクシングマンツーマンで受けたいというあなたは指導してくれというあなたは下の概要欄にホームページが載ってます。そこからホームページからお問い合わせも飛んでマンツーマンボクシング詳細希望で今すぐメッセージを送ってください。もしくはインターネットでマンツーマンボクシング宮上というふうに検索をして、そうするとホームページが出てきます。ホームページからお問い合わせも飛んでマンツーマンボクシング今、マンツーマンボクシング詳細希望で今すぐメッセージを送ってください。最後ラッシュラッシュはいはい